こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日はですね、雑談というかですね、最近思ったことをですね、お話ししたいと思います。先に告知なんですけども、メルマガ登録を募集してますんで、メルマガをですね、動画の下の、説明欄のところにリンクがありますんで、そちらから、ご登録いただければと思います。週1回、1、2回、一応メルマガ発行してますんで、登録していただければ7、7、8回ですね、2日に一遍、なんですか、抗議メールみたいなの届きます。でも、1年以上前に作ったものなんで、なんていうか、あんまりですね、なんていうか、ちょっと内容が古いんですけど、お楽しみいただければと思います。今日お話ししたいのはですね、ちょっといくつかお話しなんですけども、一つはですね、最近、ツイキャスで、読書会企画して、2回ほど、2回、4回ぐらいやったのか。人間失格、太宰治の人間失格と、芥川龍之介のカッパと、コンビニ人間ですね。と、あと、朗読者ですね。ベルンハルト・シュリンクの朗読者、4回ぐらいやったんですけど。結構話題の作品、コンビニ人間やったらですね、やっぱ結構再生回数1000回超えまして、結構グッドボタンも押してもらってんで、好評だったみたいです。あと、朗読者もやりましたし、あとは、高橋さんとですね、シン・ゴジラ、の見た感想を2人で話して、それも1000回超えたんですね。13日にアップしたから、10日ぐらいで、1000回超えたんで、1日100回近く再生されてるのかな。結構人気で、やっぱり話題作やるとそれなりにこう聞いていただけるもんだなと思って、よかったなと思ってます。ツイキャスでやってみてですね、読書感想文書いていただいて、読み上げてやるって形にしたんですね。私、今まで地元の読書会でも、読書感想文なんて書いてもらってないですし、感想、どうですかって聞いて、あと大体自分で作ってきた資料を使って、作品、僕なりの理解で解説して、終わらせてたんですね。で、それでも夏目漱石の作品に関しては、今ちょっと実際に長野でやってる読書が月1回しかやってないんですけど、それも夏目漱石の作品でしかやってないんですけど、そちらの方は何回も繰り返し、心とか、それからなんかもう、4回ぐらい、読書をやってるんですね、2年間で。半年に1回ぐらい回しながらやってると。で、それなりに読み込めばですね、見えてくる視点があるし、2時間、1時間半程度のですよ、読書会で、作品全部について語れるわけでもないんですね、これね。そんなことできないですね。だけど、全部朗読して詳しく解説するってことも、できるっちゃできるんですね。で、それもやりたいなと思うんですけど、ドストエフスキーの罪と罰とかも作りかけのやつがあって、作りかけで放置してもね、あんまり良くないなと思うし、ケインズの一般理論だって全部解説したいんですけど、全部解説して何十回も解説すればいいと思うんですね。で、やろうと思えばできんですけど、私も生活に追われて生きてるもんで、販売してるコンテンツも一緒に作ってんで、メインは、実は公開してる音声なんてそんなにがっちり作ってるケースもたまにありますけど、どっちかというと今もうフランス革命の話、して販売してんで、そっちの方に一番力を
注いで、まあ、あとは余興で明治維新の話してるという感じなんですね。でやっぱ日本の歴史の話もみんな興味あんだなっていうのはあって、まあ、メール結構いただくんですよ。よく知らなかったんでよかったですみたいな。でああやっぱ日本の歴史も近代史まあよく知らないし、まあ僕もそんなによく知ってるわけじゃないんで、近代史詳しく、まあ、中古文庫のせっかく日本の歴史使ってですね説明すりゃ、まあこれ確かにこれ勉強になるなと思って、まああんまり外国のね話してもねちょっと何ですかハードルが高いですよね。外国のこととして、自分の身に置き換えて理解するとなかなか難しいんで、まあ日本の歴史も紹介したいなと。まあとりわけ今戦前の状態に似てきてますからね、まあ、これから戦争になるとは、まあ、思わないですけど、まあ今の北朝鮮の動き見てりゃ何かしらね南北統一ぐらいは近々ここ20年ぐらいで起こるかもしれないですね。もっと早く起こるかもしれないですけど、まあそうなった場合ね、何かしら、何も、まあ紛争ぐらい、小競り合いぐらいはなんか起こると思いますんで、まあ大規模な戦闘が行われるかっていうと、それはあんまり考えたくもないし、起こってほしくもないんですけど、まあ、何かしら動きがですね、今後、ありそうな気がするし、まあそこに関して日本も当事者になるっていう可能性が、まあ、だんだん近づいてきてるなっていう気がするんですね。でまあ皆さんは皆さんで、まあ、日々生活に追われて、まあ、そんなこと関心ないかもしれないですけど、まあモヤモヤ感は残ると思うんですね。なんていうか社会の中に、まあ不安なりですよ、ちょっとざわついた感じが、しこりみたいなもんが、やっぱり出てくると、やっぱ出てきた時はですね、これをなるべくこうですよって解説できればなって、そのために、読書が役に立てばなっていうのは僕は思ってですね。で、それを説明する、まあ、ケーススタディみたいなのが小説を読むことだっていう位置づけでやってるんですね。まあ僕はその別に小説を読むことが一番素晴らしいっていうわけでやってるわけじゃないんですよ。ただ小説を読んで話し合うのは楽なんですね。だってもう物語があってストーリーがあって、ま、全く知らない赤の他人のフィクションの登場人物が出てくるんで、まあ無責任に物を言えるわけですね。これがまあ、例えばですよ、その、まあ自分の職場の問題とか自分の生活上の問題で人と話し合うっていうのは結構難しいんですね。だって話したことが自分に跳ね返ってくるし、気に入らないこと言われたりすれば困るっていうのもですね、感情を害するっていうのもありますし、でなおかつその歴史書とか、例えばその中古文庫の日本の歴史で読書会やるとか、あるいは新書でやるっていうのもまあ難しいんですね。でなぜ難しいかって言ったら、一定数のある程度のその知識の共有がある上でやるんだったらいいんですけど、もう何もないテニス初心者が集まって市営のテニスコートでテニスしようって言ったってできないわけですね、初心者だから。ってなるとある程度中級以上とかですよ、初中級以上みたいな人で集まんないと読書会自体成り立たないっていうのはあると。まあそういうのがあって、まあ何ていうんですか、小説で読書会やるっていうのはですね、僕にとってみればまあ初心者集めてテニスコートで、まあ、テニスを教えてるみたいな感じなんですね。まあでもそれをやってみるとは、自分も基本的なことに気づいてなかったとか、人に教えながら分かるところはもちろんあると。で、そうやって培ってきた、こう、なんていうんですか、読解力ってリテラシーを今度社会問題に向けるとですよ、こうバリバリ今起きてる社会の問題が解けてくるということになるんじゃないかなって僕は思ってるんですね。でその辺で、ああ分かったと、なるほど分かったっていうですね、喜びを、これは学ぶ喜びだと思うんですね。あ、この社会のこういう事件が起こったと、
なぜこういう事件が起こるのかっていうことが、分かったと思うっていうことはですね、面白いと思うんですよ。例えばですよ、ちょっとこれ説明したかったことなんで言いますけど、夏目漱石の三四郎、読んだことある方、私も読書会で何度も説明してるんですけども、これ冒頭でですね、どういう話かというと、三四郎っていう男の子は熊本の高校卒業して、上京して東京の大学に入るんですね。で、上京して京都から名古屋に行く電車に乗ってて、相席になった女の人がいるんですね。で、その人、名古屋で一泊して上京すると。ただその女の人も降りて、泊まるとこがないから、ちょっと一緒に宿探してくれって言われるんですね。そしたらですね、宿を見つかって、別々の部屋に入るかと思ったらですね、宿の方で、不案内なところ、初めて行った名古屋でですよ、二人で入ったら、夫婦だと思われてですね、梅の4番って、梅っていう部屋にですね、案内されちゃうんですね。で、二人ともその、同じ部屋で一晩寝ることになっちゃったんですね。で、結局、蚊帳つってですね、蚊帳っていうその蚊よけをつって、二人で寝ることなんですけど、三四郎は、女性と寝たことがないんで、何ですか、間に仕切りを作って寝るんですよ。でも、お風呂入ると、その女の人が裸で入ってきてですね、背中流しましょうかって言ってくるんですね。で、いろいろあって、結局、翌朝何もなかったんですね。何もなくて、で、別れようって思った時に、あなたはよっぽど度胸のない方ですねってこの女性に言われるんですね。で、びっくりするんですね。あの女は何なんだろうと。どういう気なんだろうと。これ読み上げると、元来あの女は何だろう。あんな女が世の中にいるものだろうか。女というものは、落ち着いて平気でいられるものだろうか。無教育なのだろうか。大胆なのだろうか。それとも無邪気なのだろうか。要するに、行けるところまで行ってみなかったら見当がつかない。思い切って少し行ってみるとよかった。けれども恐ろしい。別れ際にあなたは度胸がない方だと言われたときびっくりした。23年の弱点が一度に露見したような心持ちだった。親でもうまく言い合ってるものではない。三四郎はここまで来てさらにしょげてしまったって書いてますね。で、この冒頭シーンが何を意味してんのか、今まで僕もよく分かんなかった。なんでこういう話を入れたのかっていうのがですね、多分こううまく説明してくれる人も、いなかった。で、何度も読んでるうちに、この三四郎って話のかなり大きな、核心部分なんですね。ネタ振りになってると。ね、ネタ振りって言うと何のことだか分かんないですけど、テーマなんですね、これ。で、この後ですね、何もなかったですよ。で、何もなかったことどう思うかと。多分、読んだ人によっちゃ別に、寝てもいいんじゃないかと思う人もいるだろうし、寝なくてよかったと思う人もいると。いろいろ意見分かれると思いますよ。で、これ、我々の中で、社会問題の問題として捉えるとですよ、この前ある若手俳優の人がですよ、映画に出ようとして、ロケ先でですよ、ホテルの従業員を、部屋に連れ込んでですね、何ですか、婦女暴行で捕まったっていう事件がありましたね。で、一応不起訴になって示談になったんで、それで終わったんでしょうけど、お金払って。一応、そういう事件があったんですね。で、まだ、三四郎と同じぐらいの年ですよ、あの人ね。具体的な名前あげませんけど、皆さんご存知の、知らない方はそういう事件があったということで、説明として聞いていただければいいんですけど、若手俳優の人ですよ。お母さんも、猿有名な女優の息子さんが、ビジネスホテルで、ホテルの従業員を、部屋に連れ込んで、暴行
暴行したって言われたんですね。でもね、まあ暴行したっていうことになってんですけど、まあ暴行の部分で捕まったんですけど、結局まあそういうことじゃないって話になってですよ。まあ釈放されたんですね。で、何の話かっていうとですね、これ三四郎と同じ話なんですよ。で、ニュースだけ見るとですよ、まあね、真実は分かんないですよ。真実は分かんないんですけど、三四郎だって、いや、もしその女性に手を出した時に、もしかしたらこの人に、まあ、乱暴されましたって言って、警察突き出される可能性もあったかもしれないですね。ほんで、なんかお金取られ、示談するってことになってですよ。なんかお金取られるかもしれないですね。危なかったんですね、おそらくね。この女性が何なのかよくわかんないですよ。ただ、電車の中では自分の身の上話を、なんか向かいに座ってたんだか、隣に座ってたんだか、じいさんに話すんですね。どういうことかとかっていうと、まあ、亭主が、まあ、大陸に渡ってしまった、中国に行っちゃったと。で、なんか、仕送りしてこなくなったと。で、生活に困ってるから、なんか実家に身を寄せるんだと。だから、なんか、電車に乗ってんだって話をするんですね。で、子供もいるんだと。で、京都では子供のおもちゃ買ったらやっぱり京都にはいいものが売ってるとか言ってですね、まあ書体を持ってるってことはまあペラペラ喋るんですね。じゃあこの身の上話が一体本当なのかっていう問題があって調べようがないんですね。だけど三四郎は聞いてるはそういう人なんだと、まあ身持ちの堅い、まあ人の奥さんだと、まあ思い込んでたわけですね。思い込んでて、で名古屋で一緒に降りた時に、まあついてきて、ちょっとどっか夜遅いんでお宿を探してんで一緒に探してくださいって言われて、まあ親切心から一緒に行ったら、なんと同じ部屋に泊まることだったと。で、宿代は折半したんだかなんだかわかんないんですけど、まあこの女性には何か思うとこあったんでしょうね。まあもしかしたら三四郎騙すつもりだ、騙すっていうかまあ、なんか含むとこあったのかもしれない。これはおのぼりの学生だから騙してやろうっていう気があったのかもしれないし、まあそこまでなくても、まあバカにしてたのかもしれない。でその女の人の意図は分かんないんですけども、だけど三四郎がもしその気になってたら、もしかしたらつまらない揉め事に巻き込まれて状況初日がもう本当に、実家にも迷惑かけてですね、まあ下手したら豚箱で一晩過ごさなきゃいけないとかですね、なってたかもしれないですね、ということなんですね。で、そうやって読めばですよ。これ、後でこの広田先生っていう人と電車の中で会うと。その先生が言ったことがですね、すごい聞いてくんですね。で、その広田先生が電車の中でその三四郎に会って話すんですね。どうも好きなものには自然と手が出るものでね、仕方がない。豚などは手が出ない代わりに鼻が出る。豚をね、縛って動けないようにしておいて、その鼻の先へごちそうを並べておくと、動けないものだから鼻の先がだんだん伸びてくるそうだ。ごちそうに届くまで伸びていくそうです。どうも1年ほど恐ろしいものはないと言ってにやりと笑っている。真面目だが冗談だが半然とは区別しにくいような話し方である。まあお互いに豚でなくて幸せだ、そう欲しいものの方へむやみに鼻が伸びていったら今頃は電車にも乗れないくらい長くなって困るに違いない。三四郎は吹き出したけれども相手は存外静かである。実際危ない。レオナルド・ダ・ヴィンチという人は桃の幹に秘石を注射、まあ、ヒ素ですね。ヒ素を注射してね。その実も毒が回るだろうか、どうだろうかという試験をしたことがある。ところが、その桃を食って死んだ人がある。危ない。気をつけないと危ない。と言いながら、散々食い散らかした水蜜糖の、隠しやら、皮やら、やをひとまとめに新聞にくるんで窓の外へ投げ出した。今度は三四郎も笑う気が起こらなかった。レオナルド・ダ・ヴィンチという名を聞いて少しく、ヘキヘキした上に、なんだか夕べの女のことを考え出して妙に不愉快になったから、慎んで黙ってしまった。ということですね。で、これが聞いてくんですね。もし女性が好きで、女性が好きでと、豚が、食べ物が好きなようにですね、女性が好きで、黙ってても鼻が伸びてくと、まあ、別のところが伸びてくと、いう気持ちであったならば、汽車にも乗れないくらい困ってるよねっていう、まあ、下ネタになってるんですね、これ。で、さらには、これ、レオナルド・ダ・ヴィンチが桃の木
木にヒ素を打ったと。ヒ素を打って実にも桃の実にもですね毒が回るかどうか調べてみたら、やっぱ果実にも毒が回ると。でまあこの水蜜とだから桃を食ってんですね、桃を食ってて、いやいかに美味しい桃でも、まあ、毒を注射すれば毒が入ってんだと、危ないねって言うんですね。でそれを聞いて三四郎は笑えなくなったんですね。ということはもしですよ、その時、性欲に負けて女性に、多分知らない女性にですよ、同じ部屋で一緒に寝て手を出してたとしたらですね、やっぱりレオナはその桃の実に毒が回ってたとしたら自分も死にかけるってことを言ってるんですね、これね。だ危ないってことですね。よくわかんないもん食っちゃいけないと。非常に危ないんだであると。だから気をつけないと危ないねって言うんですね。で、なぜ広田先生がこの話を三四郎にしたかというと、まあ、三四郎が全く物の知らないおのぼりさんだっていうのは一発でわかる顔してたからだってことですね。でこの三四郎って小説はですよ、全く物を知らないおのぼりさんが物を知っていく過程が書かれていくんですね。人は嘘つくもんじゃないと。田舎にいりゃ誰も嘘なんかつかないですよ、みんなお互い知ってるから。だけど嘘なんかつかないと思って生きてるけど、やっぱ都会にはどんな綺麗なものにでも毒が含まれてると、何があるか分かんないと。だから気をつけて生きなきゃいけないっていうことなんですね。そういうことが、まあ、ネタ振りになってるわけですね、この最初に会った女の人と広田先生の話が2つ合わさって。それでこれで後で峰子っていうよく分かんない女の人に恋をしちゃうんですけど、まあ、峰子が 何を考えてるか三四郎ずっと分かんないですね。で一般に読んでる我々も三四郎のレベルを超えないんで、峰子が何を考えてるか分かんないんですこれ。でもここで、いやじゃあ峰子は何なんだっていう問題がやっぱり出てくるんですね。でこれ村上春樹さんこと三四郎って作品がすごい好きだそうなんですね。で分かる気がするんですよ、村上春樹さんもやっぱり読者のレベル、読むレベルに応じて読める作品を書いてるから、まあ読者の解釈次第でその登場人物の好きか嫌いか、まあモヤモヤしたもんあるわけですね。例えばノルウェーの森に出てくるレイコっていう人、レイコさんっていう人いますけど、あの人がいい人なのか悪い人なのか、まあ、ただモヤモヤしたもん残るわけですね。読んだ時に、いやなんか小説読んだけどなんか引っかかんなと、モヤモヤしたものは残るけど、なんと名付けていいんだかわかんないと。結局どうしたらよかったんだっていう問題があると。それは三四郎があの電車の中で会った女をどう扱ったらいいのかと、問題と一緒なんですね。でそういうことが書かれてるんですね。そうなるとですよ、あの、俳優だった男性もですよ、これ用心して生きてなきゃいけないんですよ、俳優なんですから。でそれにもかかわらず、まあ本人が悪いっていうのももちろんあるんでしょうけど、どっか自分の思い込みで生きてたと。もしかしたらこのホテルの従業員の人は俺に気があるんだって勘違いしたってことですね。で勘違いして部屋に連れ込んじゃったっていう、まあ呼び出したということがあったと。でそこにあるなんか誤解があるわけですね。で決定的な誤解っていうのは頭の中にあって、それによって痛い目に遭うってことはやっぱり我々生きてるとありますから。まあ広田先生じゃないですけど、危ない危ないって言いながら言いなきゃいけないと。じゃあ何が危ないのか危なくないのかっていうのは自分で考えないと分かんないですね。でどうすればよかったんだと。これがピンチなのか、目の前にあることなのかピンチなのかチャンスなのか分かんない。人によってはピンチだって言うし、人によってはチャンスだって思うかもしれないってことですね。目の前に綺麗な女性がいてですよ、一緒に泊まりましょうって言った時、これがピンチなのかチャンスなのかですね、考えなきゃいけないってことですね、という問題が書いたんですね。でその問題ってずっとやっぱり我々生きてりゃあると思うんですよ。まあ女性にとってみてですもん、すごい優しい男の人が現れて、まあ下心もなさそうだと、でも一緒に食事に行っていいもんかどうか、なんか自宅に誘われて行っていいものかとかですね、考えると思うんですね。でまあそういうピンチかチャンスか分かんないところで、人間って揺れてるんですね。
ということですね。ただその、ある程度経験によってピンチかチャンスか勘で分かるようになるっていうのもありますし、三四郎みたいに何にもない人はですよ、まっさらな状態でくれば、もう全部チャンスにしか見えないかもしれない。全部ピンチにし、用心深くなって全部ピンチにしか見えないかもしれないですね。ただ、ある程度、人生経験経てくるとですよ、いや、これ危ねえだろうと。この女は危ないんじゃないのかって、思うと思うんですね。ということなんですよ。で、僕はあの俳優の人のニュース見てて、いや、これはどっちもどっちだなと。彼も捕まった男に非があるっていうのは絶対なんですよ。だけど、女性の方も、結構いい年だと、40過ぎててですね、ホテルの従業員とはいえですね、こういう問題にしてしまって、一人の青年の、若手俳優の、なんですか、人生を、なんですか、踏みにじるって言い方もないですけど、女性の方が踏みにじられてるから、もしかしてですよ、どういう経緯があってああなったのか分かんないですけど、どっちにも過ちはあると思いますよ。でも、そこはどこまで意図してやったのか分かんない。もしかして騙してると仮定すればですよ。仮定ですからね、これ。結構罪作りなことしてんだと思いますし。大体はその女性の交際相手からホテルに連絡が入ったそうなんで、ホテルの中で問題にならなかったですね。で、そうなるとどうなんだって話になってきちゃいますけど、人間関係がごちゃごちゃすぎてて、いろいろ考えさせるとあるってことですね。考える余地がたくさんあると、思うんですね。で、僕からすればですよ。いや、僕からするっていうか、ある程度何ですか、人生経験、年も取ってくると、そんな単純な物事じゃないだろうと。調子に乗ってた、ああいう事件になっちゃったって話じゃなくて、結構根深い問題なんじゃないかなって、思うと思うんですよ。一方的にどっちか裁くって話じゃなくてですよ。いろいろなレイヤー、層っていうか、レイヤーっていうのがあるんじゃないかなと、思うところはありますね。で、そんなことを説明してるうちに、だんだんだいぶ長くなってきちゃったんですけど、そういうことを、小説とか読むとですね、わかると。一面的にしか見てなかったものがかなり複雑なレイヤーの中にあるってことが分かってくると。で、我々が生きてる現実社会っていうのも、結構一個の事実っていうのは、見る人によってその事実の見方が違うんですね。レイヤーがたくさんあると。見てる角度がみんな違うから、相対として理解することができないですね。なるべくその全ての可能性っていうか、その事実を多面的に見て、こうじゃないかと、説得力を持って、説明できるようになる、なんていうか、説明できるようになる。あるいは人に説明して理解してもらうと。その時やっぱ分かったってことは、エウレカっていう感じですね。分かったぞと。よし、分かったと。いう気持ちになるわけですね。こう、全体像はこうなんだと。レイヤーっていうのは一個一個巡るとこうなってんだって。わかると。その瞬間、やっぱりね、人間のその欲求としてあると思うんですね。秘密を探り当てたというか、全部が分かったと。全体像分かったぞと。で、それを、その瞬間をですね、味わってほしいなと思うんですね。だから読書会やってんですけどね。ああ、分かった、なるほど、こういうふうになってんだ、ということですね。それって結構生きる喜び、人間の中の、結構ゲームだってそうなんですから、だって、ファイナルファンタジーとかドラクエでもいいんですけど、最終的にボスを倒したって喜びがあるわけですね。こうやって、ここに行ったら、宝物があったとかですよ。ここに行ったら、ボスがいて、ようやく倒したとか。そういう喜びを味わいたいからやるわけですね。
ゲームの攻略法が分かったとか言って喜ぶと。だから何が分かりたいっていう気持ちはですね、人間なんか基本的な欲求としてあると思うんですね。分かった時の喜びっていうのも。まあ恋愛とかもそうだと思いますけどね。相手がもうなんかもう、見なくても全部分かっちゃう人だったら、交際したいなんて思わないじゃないですか。おそらく。なんかこう、まあ分からない部分があると。理解できない部分があるっていうところに、想像力を出して惹かれるっていう部分もあると思うんですね。まあそれが分かった途端興味がなくなるっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、そういうもんだと思うんですね。だからその分かったっていう喜びをですね、感じてほしいなと思って、まあそういうのを、まあライブ感覚でですよ、読書会、まあ今そのツイキャスで感想文書いてもらって読み上げて、まあ一つの作品を皆さんの角度で見てもらって全体像を分かってもらってですね、そういうことを、まあ、読書会で体験してもらって、なおかつどういう切り口で見りゃどう見えるのかっていうのは、これは哲学的な概念とか使ったりですね、まあ歴史的な背景から解き起こすとか、まあ、もちろんできるわけですね。でそういうのはまあ何ですか、RPG で言えば主人公がなんか鋼の剣を持ったとかですよ、薬草を持ったとか、アイテムみたいなもんですから、でこれを使えば敵を倒せる、全体像が見えるっていうですね、ことなんで、まあ武器になるってことですね、哲学とか、まあ、歴史とかっていうのは。でそれも総動員して、まあ何ですか、作品を読み解いていくということを練習すれば、今度はそれは実際に社会、自分の目の前に起こっている問題とかも解決できますし、自分が悩んでる問題もおそらく解決できるし、まあ他人が悩んでる問題にアドバイスを与えることができるし、で社会全体の中で起こっている問題に対して的確に全体像を指し示して、ここがポイントだって言って、解決ポイントを言えるということですね。でこういう力がつけやですよ、まあいいと思うんですね。でまあなんだって今の商売ってサービス業は特にですけど、お客さんの不満を解決するとかですよ、それで成り立ってるわけですね。だから例えばですよ、まあ靴屋さんで言えば、自分の足にフィットしてなおかつデザインが良くて、長時間歩いても疲れない靴が買いたいという欲求があって、それを全部満たしてくれる靴があれば、それもあの予算内で収まれば一番いいわけですね。で靴屋さんに行くっていうのは、そういう靴を、まあ店員さんがいてですよ、あなたが求めてるものはこれですよと、提示してもらうのは俺は靴屋さんの商売だと思いますね。それはまあ洋服屋さんでもそうですよ。まあスーツを買いに行ったと、自分に合うスーツ、自分の体型にぴったり合って自分の趣味に合うものが見つかるとかですよ。それはまあヘアサロンでもそうですけど、自分に合った髪型、自分の望み通りになるものっていうのを探しに行くわけですね。だから何らかの解決を求めていって、でその解決がフィットして提示されて、それにお金を出して納得したとき、人はまあ、あ、よかったと。買ってよかったと。また買いたいと思うわけですね。次もここで靴を買いたいとか、次もここで、髪を切りたいとかですね、スーツ買いたいとか洋服買いたいってなると思うんですね。で、そう思うところで大体買い物してると思うんですね。で、常連になると。リピーターになるってことですね。それはまあ、どこでも起こってることだっていうことですね。でまあさらには自分が似合うと思わなかったものを提供されて、半信半疑でも買ってみて、確かに買ったらみんなから似合うって言われたとか、こんな髪型自分に似合わないと思っても、まあヘアサロンのスタイリストがやってくれて、そしたらもうみんなに絶賛されたとか、こんなスーツ自分には派手だと思ってたけど、まあその店員さん信じて買ったら、すごいなんかモテるようになったとか、会社の面接に受かったとかですね、就職できたとか
なんかリクルートスーツで言えば。そういうことがあればですね、自分が知らなかった回答を得られたってことになりますよね。だから、まあ本を読むことで、本を読むことで培われる能力っていうのは、まあ他人の問題を解決するの能力っていうか、まあこの世にある問題を、まあ不満なり不安なり、まあそういった負の感情をですね、解決していくと、モヤモヤしたものの全体像を見せてあげるとか、でそれで世の中ってこう、まあお腹が空いたらご飯を食べるのも同じですよね。お腹が空いたっていう不満足な状況があって、でその中で一番同じ値段で一番栄養があって美味しいものって探した時に、まあ500円だったら500円で牛丼食べるのか、コンビニで弁当買うのか、なんか、マックに行くのかとか悩むわけですね。その中で最適解があると。でも定食屋で500円ですごい、なんか今日は特売で特別なサービスで、なんか焼肉定食が食べられるとかですね。そういうことあればそこに行けば一番満足するかもしれないし。まあ、それに、何ですか、自分の求めてるものに対して、それ以上のサービスが来た時に、やっぱり驚きがあって、そういう驚きをいっぱい提供できるとは、やっぱり儲かる企業だということなんですね。そういう意味では、その読書して全体像が分かった喜びと同じものをですね、人は日々求めて、まあ生きてるんだと思うんですね。だから、読書が何の役に立つのかって言えばですよ。まあ、今言ったような、まあ見えてなかったものが見えるようになると。まあ自分の可能性を広げてくれと、世の中の可能性を見せてくれとか、そういうところに繋がる体験なのかなってことをですね、思うと。いうことですね。ということですよ。そうすれば、まあ三四郎だって最初に変な女、こいつ変な女だなって最初から分かればですよ、その女に目も合わせないし、なんか電車の中でもなんかちょっと気持ちの悪い女がいるから席ちょっと遠くに離れようと思って予防することもできるとか、もうそんな問題に最初から巻き込まれないとかですよ。で、あの女は何だったのかって後でも悩まないっていう防御の仕方もできるし、まああえて自分から飛び込んでって誘ってみるっていうのも、まあナンパみたいなことしてみるっていうのも、まあありだと思いますけど、まあなんていうか、まあ人によってその見方が違うように、まあ今の自分に何でなったかっていうと、今の自分が選択してきたものが今の自分を作ってると思うんですね、人間って。それはまあ比較のしようがないわけですね。だけど、あらかじめもしかして知識やったり、まあ人にアドバイスをこうと言っていれば、もうちょっといい選択ができたのかもしれないというところはあるけど、まあ人って往々にしてそんな他の道行った方が良かったなんて思いたくないから、そんな来た道を振り返って、ここで間違ってた、間違ってたんで、まあ思う人もいるでしょうけど、まあ僕はあんまりそういうことを考えないんで、考えないようにしてますけど、まあ人によってはくよくよ考えるかもしれないですけど、まあ、まあ、すべて自分が二者択一で選択してきて今あるというところはあると思います。でもその選択に関してですよ、あらかじめ知識であれば、選択選んでいった先もある程度見えるっていうのもあると思うんですね。そういう、なんていうか、能力、まあそういう方向性みたいなのがあれば楽だし、なければもう真っ暗やみんなが歩いてるだけですからね、つまずいたり転んだり血だらけになったりしますよ。まあ、そういうことは思うんですね。なんかちょっと抽象的な話にだんだんなってきちゃったんですけど、まあもうちょっと話したいことあったんですけど、まあとりあえずこの音声はここで終わりにします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。